皆さん、こんにちは。私は成田キャンパス作業療法学科の学科長を務めています、河野と申します。今回は簡単な作業療法の仕事の説明を中心に、成田キャンパス作業療法学科の紹介をしたいと思います。まず最初に、世界の中で作業療法という仕事がどのように捉えられているかということについて説明いたします。ここにあるデータはですね、アメリカで昨年、 アメリカのあらゆる職種、五百か六百あったと思いますけど、あらゆる職種のその職業の条件とか、将来性を踏まえてランキングをつけて、その結果をここに示しています。えー、作業療法は、その職種アメリカにあるあらゆる職種の中で第四位というものになりました。五、え、百、ー、六百ある職種の中で第四位。なので、まあ、非常にアメリカの中では有望な仕事というふうに考えられているということがわかるかなと思います。 続きましてここにあるデータは2013年のものですのでちょっと古くなっているんですが、えー、オックスフォード大学が「コンピューターが進んでも生き残る職業ランキング」という論文を発表したその内容になります、えー、この「コンピューターが進んでも生き残る職業ランキング」というものの中で作業療法士はスライドにあります通り6番目ですねちょっと字が小さくて見にくいかもしれませんが6番目にランキングされました、えー これは皆さんもご存知の通り、ロボット化とか AI 化とかそういうものが進んでいって今世界にある仕事がいくつもなくなっていく不要になっていくということが言われています、まあ、そういう未来が予測される中で作業療法という仕事は未来に向けても残っていくそういう職業として高くランキングされているということを意味していると思います。 つまり世界的に見ても作業療法という仕事は非常に有望であるし、まあ、未来っていうスパンで見ても作業療法という仕事の価値っていうものは揺るがないというふうに捉えられているということが言えると思います続きまして、えー、とここには作業療法の定義を示しましたこれは日本作業療法士協会という、まあ、作業療法士の団体が作っている定義ですね、まあ、つまり作業療法とは一体何であるか とといいうことを示している文章になりまますす読んでみます作業療法は人々の健康と幸福を促進するために医療保健福祉教育職業などの領域で行われる作業に焦点を当てた治療指導援助である作業とは対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指すというふうにここには書かれています。 一つ特徴的なのはおそらく多くの医療職というのが健康の促進というのを目標にしていると思うんですが作業療法につきましては健康だけではなくて幸福も目標のうちの1つとしているというのが大きな特徴かなと思います。 あとは、えーとまあ、作業療法士、他の職種と同じように医療職というふうに呼ばれますけど、医療だけではなくて保健福祉、あとは教育、職業、そういったところでも活躍している、非常に幅広い領域を対象とした職業であるということが言えます。さらに、まあ、作業療法の特徴ですが、まあ、作業というものに焦点を当てて、治療、指導、援助を行っているということ、まあ、その作業っていうのが何かっていうと、まあ、我々が対象としている人たち、まあ、患者さんであるとか、障害のある人たち、 にとってまあ、彼ら自身にとって目的や価値を持つそういう行為のことを作業と呼んでいるというあたりがこの定義のポイントかと思います。もう少し詳しく次のスライドで説明します。まず一つ作業療法は幸福を目標とするということですが健康というのと違って幸福っていうのは一人一人異なるんではないかというふうに思われます。皆さんも多分納得していただけると思うんですが例えば、えー、と10歳の。 女性の幸福と60代の男性の幸福っていうのは違うかもしれませんあとはえっ、ー、と仕事を持っている人の幸福と家で主婦として子供を育てている人の幸福はやはり異なるかもしれませんまあ、幸福というのはそのように非常に多様なんですね一人一人異なる形で存在するというのが大事なことなんだと思いますそしてその時にそういう対象となる人たちの幸福を一緒に考えながら一緒に走りながら 伴ということですねでその上でそれぞれの対象となる人たちの幸福を形にしていくそれが我々作業療法士の仕事であります我々作業療法士は一人一人の人の幸福を大事にしてかつその人たちと伴走するそういう必要がありますので、まあ、非常に多様性一人一人人,人間は多様ですよねその人間の多様性に対して対応できるそういうものでないといけないっていうことが言えると思います もう一つ、作業に焦点を当てて作業療法は提供するというお話をしましたが、まあ、作業とは何かと言いますと、えー、我々作業療法士が考えている作業というのがこのスライドに示してあります。これは、えーとまあ、要は人間が日常生活の中で行うすべての活動を我々は作業と呼んでいます。例えば、お風呂に入ったり着替えたりするセルフケアもそうですし、料理をしたり掃除をする家事もそうですし、仕事に行って行うこと。 あるいは学校で学ぶことそれも作業ですしあとはそういう仕事や家事セルフケアといった時間以外の余暇の時間に何をやって楽しむかというのも作業にあたりますその他地域の中のお祭りとか地域の自治会の活動も作業にあたりますのでつまり作業療法で扱う作業というのは非常に広範で多様であるということが言えます我々作業療法士は人間の生活の中に出てくるいろんな作業を を使ってあるいはそれに焦点を当てて治療あるいは支援にあたりますので、まあ、こういう多様な作業に強くならなければいけないという面があります。作業療法が働くところっていうものですね。えっ、ー、と、今のコロナが蔓延している状況について考えてみたいと思います、えー、コロナというのは一つの病気で、今我々は世界を挙げて。 右側ですねグローバルな世界共通の戦いを行っているところです。これは病気に対する対応という点ではこれは別に国や地域によって異なるものではありませんので世界共通して自宅待機ののような形の対応が行われてますねその一方でその自宅待機をしている生活の中ででは我々はどんなふうに健康かつ幸福な生活を行っていこうか。 っていうことを考えないといけないっていう面もあると思うんですが、そこの部分がまさに作業療法が働くところにあたると私は思います。我々一人一人の生活というのは非常に地域に根ざしていて、かつ個人のパーソナルな価値観に根ざしているそういうものです。そういうものに対して一人一人では今の自宅待機の生活の中でどのようなことをやれば健康とあと幸福を保つことができるのかっていうことを考えて。 関わっていいくくそそれがおそらく作業療法士の仕事になると思います、まあ、具体的な例では、えー、と歌手で俳優の星野源さんっていう人が SNS で「うちで踊ろう」という動画をアップしてそれにいろんな人が伴奏や踊りをつけてでみんなで楽しむっていうようなことが行われていますで。この星野源さん自体は先ほども言った通り歌手で俳優なんですけど、まあ、私から見ると非常に作業療法的な活動を行われているなというふうに思いました。 星野源さんのそういう働きによって一人一人が自分の自宅待機の生活の中でどんなふうに自分を精神的にもあるいは身体的にも健康に保ちかつ自分がの生活が少しでも充実したものにできるかっていうことを、まあ、星野源さんの動画をヒントにみんなが考えてでそこを膨らませていくっていうことが行われてると思うんですけどそれっていうのはまさに作業療法が行うべきことなんだろうというふうに思います。 そういう作業療法という仕事に関係して成田の作業療法学科では次のようなことを特に重点を置いて行っています、まあ、対象者一人一人の幸福に寄り添うということを目標としてまずは赤ちゃんから高齢者まで幅広い年齢に対応できることもう一つは身体障害だけでなく精神障害も含むさまざまな障害に対応できること さらにいろいろな地域の文化的社会的背景に対応できてあるいはグローバルな世界の幅で物事を考えられるそういう多彩な場面に対応できることそういった多様性に強い作業療法士の養成というものを成田の作業療法学科では目指していますですので写真の中にあります通り授業の中の一部にアメリカ人の日本語がしゃべれない先生に来てもらって手伝ってもらって学生がその中で 何とかコミュニケーションを取ることによって自分自身の多様性への強さというものを養ってもらう、まあ、そんな試みを行っていたりします成田の先ほど療法学科では、えー、と昨年度初めての卒業生を出しましたで国家試験の合格率はここにありますとおり97.4%だったですし就職率は100%だったということで、まあ、4年間やってきた我々の教育については、まあ、ある程度 まあ、ここの数字で示すような自信を持っていいんだろうと思っていますまあ、そういう成田キャンパスの作業療法学科でぜひ皆さん作業療法を一緒に学びませんか我々教員学生みんな、えー、と楽しみにお待ちしていますありがとうございました